まなみさん、こんにちは。ギッシーです。今回は、ヒカキンの塔が来たんだよね。青の塔じゃなくてヒカキンの塔なんだけど、青の塔は今25階まであるけど、ヒカキンの塔は今5階まであります。で、ヒカキンの塔は、青の塔みたいに各階、トーチ系1枚ずつじゃなくて、1階が1枚、2階が2枚、3階が3枚、4階が4枚、5階が5枚必要っていう感じで、回数が増えるごとにトーチ系の使用量が増えるんですね。なので、今回も、最上階を、10回クリアすると、またスキンチェンジができるんですけれども、最上階が5枚トーチ系が必要なんで、 5×10 の単純計算で50枚トーチ系が必要になるってことですね。なので今回10月17だっけ、そんぐらいまでと、だいぶ、ヒカキの塔の期間は長いんですけれども、50枚集めるのは結構大変かなと思います。はい、で長々とヒカキの塔の解説をいたしましたが、1階に関しては、スイッチを1つ見つけて開けて、あと出口が右にありますよみたいな感じかな。そんなに難しくないと思います。で、さっきの話に戻るんですけど、1階から5階までクリアするだけだったら 1+2+3+4+5 なんで、トーチ系は15枚しか必要ないんですね。この前の青の塔は25階まであったんで、合計25枚トーチ系が必要なんですけど、今回はそういう意味では、前回クリアするには少ないかなという感じです。はい、で2階ですね。2階は、3つの台座と3つの石像、石像4つかって感じなんですけど、3つの台座があるんで、石像を押してあげて、乗せてあげるっていう感じですね。で、1つ目の台座の位置は固定で、この左上の位置にあるんで、台座をね、台座って誰やねん。石像を、押してあげて乗せてあげてください。で、ここは左か右のどちらかに台座があるので、近い方の石像を移動させて、上に乗せてあげてください。はい、で、ここまでは鬼は追ってこないので、ここまでは確実に行けます。で、ここで扉が開いて、鬼が出てきて、僕は1回巻いてたかな。で、ここで、あれが2体目のクライオンですね。で、ここで、時間が厳しいんですけど、無理やり石像を押しに行った感じかな。これ結構厳しいです。当たり判定結構、余裕あるんで、このクライオンには。うまく巻いてあげてって感じですかね。僕はここでもう一周して2体とも巻いてますね。で、これ3つ目の石像を台座に乗せると扉が開いてゴールできます。3体目のクライオニが出ると、勝率がちょっと下がるかな。はい、3階ですね。僕ヒカキンの塔は3階以外はトーチ系1枚でクリアできました。実は3階の方が3階が一番むずいんじゃねえかって個人的には思ってんだけどね。これなんか時間経過で扉が開いていく感じですね。開いた扉からね、鬼が出てくると思ってたんだけど、なんかそうでもないようなところも時もあったりとかして、よくわかんないです。とにかく、この4つの扉が開いて、その4つの扉の中にあるスイッチをすべて押します。だけど、なんだ、右下の扉のところにはゴールがあるので、3つかな。スイッチは3つですね。この上の、扉の2つと、下の階の左下の扉の中にあるスイッチを押して、合計3つ押してあげてって感じかな。結構足速いし、当たり判定もね、大きくて、かわしづらいです。しかも、ここのね、階段のとこ、霧が回ってるんで、霧で死んだりとかもするんでね。しかも、警告音が聞こえたら、こういう風にね、引き返さないと、階段前で、青鬼が待ち伏せしてることがあるんで、こういう風にうまくかわしてあげないといけないっていう感じですね。で、ヒカキンが来ました。ヒカキン鬼が来ました。はい。で、ここはどうして、ギリギリだね。この回に関してはニケちゃんで行った方がいいかな。当たり判定が小さいんで。で、ここもだいぶ霧が厳しいが、あれこれ大丈夫かな、死ぬんじゃないか。一回待機してますね。オッケー、危ね、ギリギリ。ギリギリだ。で、ここで、3つ目のスイッチを押します。3つ目？まだ2つしか押してないかな。で、ここがゴールですね。で、上のとこがまだ押してないので、上のとこのスイッチを押して、ちょっと立ち回り的には下手くそかもしれませんけど、うまくかわしてっていう感じかな。なかなかアドバイスが難しいっていう感じかな。はい、で、4階ですね。4階は、速度が何倍かになってますね。なんか、10階とか、青の塔の10階とか18階とかみたいに、速度が上がってます。で、ちょっとこれ気持ち悪いよね、これ。そういうこと言っちゃいけないけど、で、これでね、襲ってくるんで、うまくルートを探してって感じかな。ルートパターンがあるかもしれないけど、僕はよくわかんなかったね。その場のノリでやった感じかな。はい、で、5階ですね。5階は、なんていうのかな。弾と、鬼が飛ばしてくる弾と、
なんて言えばいいんだ、鬼が飛ばしてくる玉と、あと降ってくる雷みたいなやつ、20回のやつみたいな感じ。てかこれなんか止まってるんだよね。なんかちょっと通信が悪くて、なんかちょっと若干止まった感じかな。まあなんか簡単に言うと20回とほぼ同じって感じで、弾の速度はかなり遅くなってます。あの動く弾の速度、飛んでくる弾の速度はそんなに変わってないかな。で、まあこのヒカキン鬼が徘徊老人、あ、徘徊老人おかしいな、徘徊してるって感じですね、はい。で、スイッチは合計3つあって、左と右とこの真ん中にあります。で、真ん中がちょっとね、徘徊してる時がちょっとだるいかな。攻撃パターンとしては20回とほとんど同じで、まあ、20回がすごく簡単になったっていう感じかな。弾の速度、動く弾の速度も遅いし、飛んでくる、弾もだいぶ余裕があるかなって感じです。まあ、ちょっと怖いな、このヒカキン王には多分当たり判定ありそうなんだよね。ヒカキンの塔5階は、まあ、上にゴールがあるし、左と右と真ん中にスイッチがあるということで、ステージの構造は15階に似てますけど、まあ、攻撃方法は20回と同じような感じかなっていう感じです。チャンネル登録よろしくお願いします。